ないね、電話携帯しか、携帯がいい。てかくんも消えとるわ。ドリンクメニュースーパードライ350円、大瓶500円、チューハイ300円、ロック水割り類350円、焼酎のシソ等30円、安い、アルコールが安い、ハイボールでも350円です。安いです。何でもいいですか、はい、うずらあります、こういうスタッフ、もう一個下げていいじゃん。顔の映りが乾杯、乾杯です。一人で来てます。二人ですよ。うまい。逆に言ってんのかな。いや、なことないですよ。後で戻りますよ。キョンしようかな、キョンし。キョンし呼びました、キョンし。バグってます。バグってますよ。乾杯しましょうか。お疲れ様です。これもうあったかいでしょ、炭があって、まあ、ほんまにあのなんていうのやろ、バーベキューコーナーじゃないけど、各テーブルにこの焼き鳥屋さんじゃないけど、こういうのがあるんですよね。ワイワイみんなにこうやれると最高に、まあ、もうパチ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 して炭のええ香りで、あったかいあったかいあったかい、ね、寒い冬なんか特にいいですよ。もう最高。つきましたよ、ね、牛のハツ、ね、150円で食べれますから、こう焼けるんですよ。この音聞いてください、いいでしょ、いいですよ、これで、お好みの味でね、いろいろね、こういうのあったりとか、これあったり、あとこのね、トムヤム塩、僕はね、これね、おなじみのあの味って書いてる、おなじみ感ないですよ、1mm です、1mm で、これタレで、ブラックペッパー、で岩塩のこの南の極みっていうのがこれおすすめです。いろいろあるで、好きなのをかけて自分の MK さんとトムヤクシオいきます。タレに漬け込んでる、うん、漬けダレ美味しい、ネギマ、ネギマ、ネギマ、うまい、これがね、ボトルヌールスプレーみたいな、これがねタレだ、いきますよ、これでしょ、この感じ、いい感じがいいんですよ。で、これちょっとあと最後仕上げる、最高そうだ、
こういうね、あの海外の方が焼き鳥好きなんでね、自分でこうやってバーベキュー感覚で焼き鳥焼けるって絶対いいですよ。焼き鳥のパンプあパンプパンプパンパクうまい、ネギも最高、ネギがまた甘い、玉ねぎ頼む忘れた、めっちゃ美味しい。ここはね、ほんまね、僕大好き、めっちゃうまい、安いし、うまい、うまくて楽しめて安い、そんなに店ないでしょ。で、バンドエイさん、バンドエイです、バンドエイジです、バンドエイジです、いや、うまいっすよ、ラスさんのお前言うてんちゃうよ、僕の方が美味しいね、あー、うまい、あったかいっすよ、これもう冬にはぴったし、うん、ここ鍋とかもあるんですよ、ここ、ね、安いよね、また柏とか言わんでしょ、関西の人しか知らないと思うんですけどね、柏の水炊き、ね、柏って、まあ、関西では鳥のこと言うんですけど、それも580円ですよ、柏の水炊き580円、安いやろ、やばい、もつ鍋680円、安い、やばい、今度はまた鍋でね、やりたいと思いますよ、はい、これはまあもう塩でしょ、胸わさび鶏胸のわさび頼んだの、覚えてる、頼んだ、覚えてる、わさびついてないの、いや、こっちのわさびがついてます、見えますかな、わさび見えますかな、これはもうこのままさっと炙って食べるような感じちゃいますかね、わさびの味ついてるね、焼いてる時間も楽しめるっていう、宝くじを買ってね、あの抽選の時まで楽しめるじゃないですか、例えば化け物で外れて残念でしょ、これちゃうとちゃんと食べれますから、本当にね、待って、ありがとうございます、そうです、あ、うまっ、これうまい、あ、これはビールに合うわ、マジうまいな、やめられへん、来るな、来た、マジで来てきたよ、リスナーさんも来てくれてるんです、行きます、カメラ、あ、撮影してるんですか今、あ、撮影映らんようにだけ、はい、あのちょっとあの避けてください、カメラいいっすか、はい、どうも MK です、いやですか、どうしても僕が連れて行きたいなと思ってあ無理やり連れてきたんです、あ、そういう感じなんですね、でもいいでしょう、やっぱりもう嬉しいで、ほんま西成と目の鼻の先なんで、ね、カット入ったら今 OK のカット入ったら OK カットないこれ、でもカット言うてるだけでカットしないでしょ、7本ぐらいこの動画で作ったら元の動画で7本、いや、9本、これ今何時間撮ってるんですか、ほんまね、いや、まだ前も来た時に撮ってるんですよ、服装もカットにかけてる、
服も買っとるんで、まだ続かそうもんね。誰がエピソードは前のやつをくっつけるんですか。そうです、いや、くっつけないですよ。カットカットカットで言ったらもうカットする。あの、何でしたっけ、あのスターウォーズみたいな感じエピソード25ぐらいまでちょ、フミフミさんも顔動かしてる。いやいや、フミフミさんまた1から戻る、1に戻る、エピソード1でしょ。誰が顔でかいや顔でかいじゃん、フジモやね、言うてる。フジモ遠近法やらしいな。必殺だな。カメラの使い方、俺が一番でかなる。これだカメラさ、問題ですやん。笑いすぎ笑いすぎ。ちょっと待って、それちょっと待って、それはちょっと待って、今の誰がそんなかった。はい、ニュースねー。エベッサみたいな匂いする。今からせんべい焼きます。飲める、飲める。これ辛いな、間違えた。こっち飲める。ちょっと乾杯しよう。いやいや、いやいや、さんが一番のファンみたいに見てるじゃないですか、笑って。それやつさんシリーズ。マネしとったもんね、ここに。あ、やった。なんかやつさんが、あざすーやつさんがさ、なんかね、ひなそりが泣いてるみたいな感じなんだけど。もう一回やってください、もう一回やってください。あざすーたーマンドエさんでしょ。マンドエさん全然言えないから福山雅治です。一緒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 誰でもできるから。あの声のと名前出たけど、名前出たけど。じゃあ僕にしたら何か振ってください。フジモン。そのまんまやないかい。似てるだけ。フジモンの真似できないんですよ。いやいや、似てるからもういい。何もせんでも、もうクイズ番組、クイズ番組、クイズダービー、フジモン。あれですね、おちょくりに入ってますよ。いや、ちゃう。いや、そんなもうそんな。あ、ちょっと待って、ちょっと。あ、これで飲めるから、これでまた飲めます。乾杯。これで、ただで飲める。うん、ほんま、うまい。炭火のね、匂いで、ただで飲んだかんで、ね。それぐらいの気は、でもすぐ消えるんでね。そうそう、これは一瞬のひとときですよ。そうそう、麻薬みたいで、ね、ピーピーピーしてませんよ、そんなしてないですよ。あ、でもええわ、もうでも、うん、いい炭の香り。絶対嘘でしょ。これをかけて、いや、かけて、もうやりたいって。エクスタシー。使われへんな。180円、1800円見える。あー、かんかん、赤いやつ。いや、バグるぐらい美味しい。いい匂い、いい香りですよ。いや、ケイジさん見とったもんね。あ、そうそう、年末まで1万人そうそう、変容しとったらいいでしょ。ケイジさんも一応登録してるんですよ。あ、ケイジさん一応アッキーさんも、もうみんな。これ誰が誰か分かんない。あ、これこっちですね。そうそうそう、チョリソン。小安さんも、ウユウさん、一本ずつ焼いて、で、はい、仕上げていいか。好きなやつ、これ、あの調味料あるんで、はい、最高。いいでしょ、こんなありませんね。これ、喋っとった方がいいですよ、嫁に見せて。あの、この、そうだね、これ、子供とかも珍しい。絶対ないですね。これ、ね、エンターテインメントってあれですから、100円ですよ、これ。これ100円ってないですからね、こんな。200円ですか？マジで。100円なんですよ、これ。手羽先100円ってないじゃないですか。焼き鳥安くても100円。ないないない。350円とか。180円ですよ、この時の喜ぶはね。そうですね。そうですよ。自分で焼きたいもん。そうなんですよ。こんなごっこでき、ごっこ遊びできるんですよ。ごっこ遊び好きやな、ごっこ遊び。顔切れば近いから、遠近法やから、これ遠近法でも顔変わらず、なんでや、めっちゃ顔でかいんだよ、やかましい。今これ 100m 離れてますよ、やかましい。声聞こえ、マイクどんだけ長いんやって。いや、だって一人だけここにマイクつけて、ピンマイクつけてますからね。最近僕も流すことを覚えました。はい、流すっていうことを覚えました。
はい、今これ、ヤトさん、美味しいもん流すことによって笑いがウケるっていうことを最近知りました。ラッキーセブン。いや、ラッキーセブン。ラッキーヤトウ。ラッキーヤトウ。ラッキーヤトウ。ラッシー。なんかラッキー、いや、だから追いましたね、昔ね。あの、わけだから、アミタイツみたいな。ラッキーヤトウさ。ラッキーヤトウ、この返したとこね。飲みそう、半分くらしたよ。いや、さっき食べたよ。いや、食べよう、一緒食べよう。いや、もう食べてるんですよ。あ、食べよう。いや、言いたいだけ聞こえとる、聞こえとる、みんなに。これ音よう拾うから大丈夫。そう、これめっちゃ音拾うから。こ、故障故障話大丈夫、あかんすよ。だけど、あの、フォロワーが入ってるから全部音消します。え、音を消しとこう、われわれ今までの今までの何これ。まあ、やりたいだっけ、それ。蓋開いてるのに、これ。これ、蓋開いてない。え、なんすか。開けてる。誰が思てんすか。前は。いや、こんなんして出ないすか。え、どこの人ですか。前僕の時は蓋開けてませんでしたから。これはもう知ってるんですよ、これ、ね。はい、トムヤムくん、はい、かけましょう。トムヤムくん、これね、毎度毎度ちゃん、同じおなじみのあの味に。誰がおなじみやね、このこのトムヤム。いつもお世話になってるトムヤム。トムヤム、トムヤム塩はね、このね、いつもお世話になってるから、ちょっと違う意味で考えてもらって。やらしいな。トミムさんもあの好きな調味料。そうですね、匂いだけでもう酒進みます。やばいでしょ、やばいでしょ、これ。そうなんですよ、これ手羽先やばい。ちょっと、ちょっとセコい。セコない、セコない。手羽先ください。いや、もうない、もうない。なんで頼まんかった手羽先。そんな100円思えない。前に来たから、前に来て動画撮って長ないし。これやばいな。だからほんまに子供さんの時は絶対に、ね、この値段で、ね、これレアですね。そうでしょ、穴場中の穴場ですよ。自分でやってるのがいいよ。そうなんですよ。そうです、ね、楽しいですかね。冷めてもまたね、多少味変わるとは言え、別にまたね、自分で味付けして、ね、ちょっともうこれやばいですよ。これはもうやばい。あの半分できるやつを、あと味付けが結局その、そうですよ、はい。極端なこと言ったら半分塩で半分タレとかもできるわけですよ。赤ワインに言われて、当たり前じゃないですか、それは。もう帰りたいよ、帰られへん。そうですよ。なんかあの人帰りたい早い。帰りたい早い。仕事する派じゃない。じゃあ、仕事何時まで決めて、あの、オンオフの切り替え。じゃあこれから片付けたら朝の5時まで。そうなんですか。あの、全部掃除したら。あ、いいっすよ、いいっすよ。いや、いいっすよ。うまっ。うわ、これやばい。うまいっすよ。あ、まだこんだけあるんですよ。まだこんだけあるんだったらもういいっすよ。玉ねぎのせない。あ、そうや。これ何でしたか。こんだけあるんやったらもう手羽先いらないですね。さっきわざとこれな、これわざとこれ腕組んでくるの、これ。動画撮れてないから。いや、自然な状態を撮りたいな。もうライブ配信みたいな感じでしょ。だら流しでしょ。ねえ、それでいいじゃないですか。ヤトちゃん乾杯。やっとちゃん、これヤトちゃんちゃんちゃん言うのもだら流しですか。ヤトさん、ほんま、あの、大変おめでとうございます。ヤト先輩、復活。ちょっとね、あの、今はちょっとないんですけど、ちょっと。また来てから復活のやりすぎた。誰だ。ええか、自分やから。もう行きます。トムヤムジオ。わぁ、タレうまい。タレうまい。タレうまい。あー、これですね。ちょっと YouTube 入りましたね、今ね。顔入ってる。いやいや、手タレ。手タレ。これも、顔入りましたね。入ってそう、入ってそう。美味しいですよ、これね。この今宵はこんだけ楽しかったら大丈夫です。もうそこまで入ったらもう行きましょう。どうすか味。YouTube デビュー行こう。最高でしょ。やばいでしょ。これいいんですよ。今日ね、いいんですよ。それ誰かのもの。マイケル富岡です。ちゃうから。誰でした。来ましたよ。これも来ました。やばいな。ここいいでしょ。もう気に入りました。ああ、いいっすね。一番気に入ったんちゃいます。まだ確定大戦でしょ。また来るの。リピート。いきなり店が来たらね。
西成来たついでに来れますからね、ここ、ほんまに。目の前。まさかこんなところがあるって、穴がね。穴ですよ、ね、333メーター。新人電車も通るから。で、これ何時から入るの？ 5時ぐらいで来たんですか？そう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 。僕は八戸さんよりもここ早く来てるから。そうだ、はいはいはい、ここね、顔よ今から前はやっとったの、ちょっと多分人間のが、はい、いやいや、オーナーか、今の店長がオーナーで、店長スミスが、5時からだから1時までで、ラストオーダーが12時過ぎちゃうんですか。結構予約も可能です。いや、可能です。予約番号可能。可能です。電話でして。そうです。電話番号も僕の動画載ってます。で、全部情報載ってるんで、のみさんが。で、頭あるエビね。はい。前の日に、まあ、例えば僕の YouTube 見てあげて、エビのあれ食べたいんですって言ったら、180の頭あるやつ、でっかいやつ。あれ、前の日に言ったら、次の日仕入れるって言ってくれてるんで。当日はちょっと。当日は正月はどんな感じなんですか？空いてる時間。まず正月ってどんな感じ？正月どんな感じ？何日まで？4日に営業します。3日閉めるんですよ。あ、4日から。じゃあ31、1、2、3。4日から営業。4日からだね。全然来れる。だし、しかも31まで。31までやってるってことは、30までは営業してるわけですから。全然ある。うまいわ、これもうタレやこれタレうまい。ビジビジビジがすごい。やった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 これね、はい、シャーベットっていうのもめちゃめちゃいいですね。そうなんですよ。キンキンになるんですね。そうなんですよ。ビール買ってね、まずなるんですよ。キンキンにやりたいだけ。これ来ましたよ。これ僕らですか？かわいいですよ。僕らもこっちやから行きましょう。これ皆さん分かります？この煙のやつがチャンネルさんのパスタが来るんだぜ。三日で横で言うてもらえ。これはこれもう全部4本と思うから、で自分の好きな味付けで、これひっくり返したら多分焦げますよ、これ。はい。あ、これでいこう。だから、やりたいやつ。やりたいだけ出たーい。いや、俺んとこまで行ってるー。俺んとこはもういらんすよ。乾杯。乾杯、乾杯。いや。うまい。塩コショウたっぷり。うまい。最高や。もういいですね。なんか安いし美味しいでしょうね。自分でほんまに焼ける。そうね。やっぱりね、自分でやっぱり今ですね、またね。ほんまに偶然のを出すもんね。そうなの。またちょっと。え？あ、前なんですか。あ、ここね。そうです。偶然に。もう前からこの店は気になっとったんですよ。これは何でいきます。タレでいきます。それトムヤクの塩ですよ。さっきのもう食べたんですよ、トムヤム君は。あ、ほんなら南の極みですね。タレ行きたいっすわ。南の極み。それもタレも行った、これも行って、これ行ってない。あ、じゃこれね。いや、それやったらまだよ。で、ちょっと引くやし。むせたバレました。やっと気づいてくれました。トムヤム君の塩欲しい。言いたいだけやし、やりたいだけ。塩だろうか。さっきクソかけて、もう体ってこんな怖いからね。あれもこれも。これ辛いですか？僕前これ食ったことないですよ。あ、そうなの、ね、いや、もうおなじみのあの味に。あ、軽わ。いや、まだ食べてないですよ。食べてない。その前にだって胡椒をくそむ。うまいっすよ、うん、これ動画上げよう。うわ、ちゃう受けてますよ。ちょ、写真だけちょっと受けてますよ、写真だけ。
カメしかないからですよ。インカメの取り方がテクってる。いやいや、もう慣れてきたなんていうことなの。男串ツイッターっすか。そうこれだとどこ行くんですか。いやいや、秘密基地。秘密基地行きましょう。行きます。え、はい、行けます。時間大丈夫ですか。全然明日休みなんで。もうやっとさん、もうでやっと知れるみたいな。ずっと言ってるから、ね、やっと知れるみたいな。僕も気になりますからね。ノミさん、ノミさん、はいはいはい、秘密基地は今日もやめていきましょう。えやっとさん今日は、今日はやめていきましょう。もうなんか八十九人行きたい言うてあるんで、ノミさん、やっぱやめて、やっさん、やっぱ八十九人がいいですか。すれた、すれた、すれた、テンションすれた。この空気感が楽しい。でもヤトさんめっちゃいいですよ。あのね、ヤトさんってほんまにそう、もう自分のやりたい動画、まあまあもちろん飲み動画も上げてるんですけど、そう、石ころ投げの大会でも出てるんですよ。めっちゃいいですよ。めっちゃあれもう大昔の昭和の感じですね。めっちゃ好きですよね。世界大会、世界大会。前の日にあの下見しに行ってるからね。どれがええしか。本気ですね。ほんま本気ですね。だってあの初参加にしてあの世界大会出るっていう気も座ってますよね。大体大体不思議よ。あ、うまっ。あ、これ食ったっすか。あのホルモン、ホルモンというかあのさっきの、うん、中落ちカルビ。もう最初に食べましたよ。あ、ホルモンや、ホルモン、ホルモン食ったっすか。あ、最初に食べた。これちゃんと、いやいや、ホルモン、油の乗ったやつ最初に食べますね。めっちゃうまいですよ。結構ね、あの NHK とか見てくれたエキストラ出てくる。あ、マジ。結構有名なの、あの有名なドラマね、大したね。あの、ヤトさんって、はい、Amazon でも売られてるわけ。 Amazon に？ Amazon で売られてるんですどういうこと。知らないですか。知らないですか。知らない。ヤトさん、アマゾン売られてますよ。僕そこまで知ってる。何なんですか、アマゾン。いや、アマゾンでヤト65って調べたらヤトさん。そうでしょ。いや、ほんまっすよ。いや、それは欲しいものリスト、ちゃんと。え、欲しいものリスト。そう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 、見てるし、ちゃっかり。一番下ロレックス、145万。一発出ない。誰も何もくれない。真ん中にあるね、あのアニマルスーツポンポンタロウっていうのがおもろくなんか聞いてもらう。それをね、あの視聴者が突っ込むっていうのが最高じゃん。それを突っ込まれるまで気づかなかった。見に行ったらびっくり爆笑したら何をしたいねと。これで来て、でもライブしてきたらおもろいけど、いや、あかんすよ。あー、ちょいちょい、喉のスーツ、エタノール、エタノール、また、エタノール、喉のスーツ、エタノール、あかん、隠せるまたかける。ヤトさんがそこは判断してあのやってくれると思うんで、あのその編集に期待しましょう。じゃあヤトさん、ガチで書くのね。いや、そういうこと言っちゃう。ガチガチや、それ。ガチで書いたらね。ヤトさんのこの編集がめっちゃ気になります。めっちゃ気になる。めっちゃめっちゃおもろいし。まあ、見てください。だからブチ切り、ブツ切り、ほぼなんかもうバカンバカンポーン、魚つきたもう原始人でバーンバーンバーン、え、そこ終わるって、そこで終わるで、いきなり次また始まる、そんな中断部から始まる、それでまたバチコーンって切れて、そんな絶対あるんですよ。2人が面白いと思うとこ見たかった。いや、絶対そう、絶対今ね、最高な撮れ高撮ると思ってますよ。え、何ですか。我々のこのね、漫談をね、この一番今日はしめしめ踊るか。もう興奮して寝られへん。カットしてくださいね。何でかじゃない。あ、来ました。これはあのマスター、玉ねぎはあ、ヤトさんともう一個あるんですよね。玉ねぎ今言うたんです。これ全員言うた。玉ねぎ追加で言ったでしょ。多分言うてないですよ。うまいです。まさ、あと玉ねぎでもう一回あるんですよね。あるあるある、やっぱその通り、その通り。
あ、これで終わり。これで終わりですかね。あ、ありがとうございます。すみませんでした、ほんまに。あ、すみませんでした。ありがとうございます。はい。ウルさん、これ、玉ねぎね。焼きすぎたら美味しくないんで。シャキシャキのうちにね。これと、ちょっと半焼きぐらいで、この、これをまた。そうですね。動画でも載せましたけど。これ、タレかかってるんですね、もともと。タレかかってるんですけど、タレをかける。最後やっぱりほら、焼き鳥やって、タレくくらしますからね。それ動画でも言ってた。同じこと、もう一回言ってますよ。でもそうですから。だって、タレ、これですか？あ、動画ですか？YouTube や、YouTube って。動画ってこと？動画ですか？動画で。動画、あ、動画やったらもう決めますよ。YouTube やったら、ロミさん、これね、はい、あれですよ、玉ねぎ。わかります、はい、玉ねぎって何でできてるか知ってます？球根？いや、ちゃうんですよ。ちゃうんですか？知らないです。知らないですか？知らないですよ。なんすか？いや、僕もわかんないですよ。どないせえよね、これ。あいにゃーって。だいたいこんな感じですわ。だいたいこんな感じ。ロミさんと僕は、やったらこんな感じになるんですよ。なんかなるんですよね。ネタ。僕が言ってほしいこと、絶対言うてくれるんで。漫才の掛け合いみたいになるんですよ。なんかしゃべる。なんなんかな、これ。それが、そう、出てる。バリバリしてますね、あれね。もう、僕ね、暑かって、あたた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 たケンシロウの弟子です。弟子です。ってやって、それが決まったっすよね。すごい、ドヤ顔してカメラに移動しますね。だから、いや、初めね、僕、ビンビールつごむな、これを持ってくるから。いや、誰がこれやねみたいなね、終わって、で、次着いたら、なんかもうカラカラ、もういっぱいいっぱい入らんかったら、あたた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 って。ケンシロウの弟子ですって言ったら決め顔して終わるっていう。ケンシロウの弟子です、まさかそんな言葉来るって僕は知らなかったんですけど、カメラに全体でこう言って計算してたかのぐらいの。そう、まああれアドリブではないですけど、あれアドリブっすよね。あっ、うまっ。美味しいですか？ちょっと食べさせてください。食べてるでしょって。うまい。あんまり人のドロッとするやつ。もうダイヤやん。人のやつドロッとするやつ。うまい。甘い。1週間経ってないやつ。何やった？2日っすね。2日でようやく。まあ。すごくあれ伸びますよ、あれ。投げてもらうとね。ここはだっていいんでね、お店自体がやっぱり絶対来てほしいですよ、ここはね。こんなん分からない。あれちゃうんすか、 MK 映ってからちゃうんすか。自分で言う。ちゃうんすか。あれ編集がいいんすよ。いや編集ならできんでしょ、やってるからですね。編集がいいんすよ。編集じゃあるだけ。あの BGM 最高やし。あれは拾ってきた。拾ってきたじゃねえよ。拾ってきた。いやでもいろいろ選びましたよ、ほんまに。このクリンキーに合うのどれかで、僕の持ってるの少ないレパートリーの7曲ぐらいから絞り出した。あれいいっすよ、ほんまに。うまい。やっぱうまい、ここは。あの玉ねぎ、今からいただきたいと思います。玉ねぎ、これはね、ネギマ、ネギマ、どうですか。うまい。ネギが甘い。最高。それだけですか。どれだけやねん。いや、ほんまに食レポもっと個人鑑賞用やん。食レポもっと。食レポってね、やっぱり、ね、言うとったやん、この間俺のこの動画で。ほんまにうまいもんはね、コメントいらないんです。あ、そういうの言ってた。その人がこれです。え、僕が言ってたんですか。え、僕が言ってたんですか。本当の本当の美味しいやつはコメントはいらないです。コメント出ない。あ、コメント出ないですよね、自然にね。コメントいらないじゃなくて、コメントが出ないですよね。ほんまに美味しい。じゃあ僕ちょっとこれいただきます。はい、本当の美味しいやつはコメントは出ないです。はい。あ、これめっちゃうまいし。いやいや、嘘やないかい。いや、嘘ですよ。ほんまに美味しいんでね、これ。そんなちゃう。これめっちゃうまいし、シャキシャキしてるし、ほんで、なんやったら新鮮。
うん、なんやったって取ってつけたみたいな。いやほんまにうまいですよこれ淡路さんのね玉ねぎ使ってね、甘い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 団子の、うん、もう美味しいから頼むよ。そんな感じです。最高。顔でかくてごめんなさい。ちょっとこれ遠近法かなんな、これ俺がでっかい見たら思われるからな。え、僕離れてるけど、のみさんとか今サイズ変わってないし。サイズってない。サイズか一緒です。でっかい顔、でっかい顔。いやいや、よう言いますね、ダンボさん兄弟で。どうもありがとうございます。この組み合わせ何これ。あ、こっちもリスナーさんいてるんですよ。そうなんですよ、リスナーさんはね、YouTuber だと。あ、MK のね、MK の YouTuber リスナーさん。これまた後で LINE で送ってもらって、あのこれ編集するでしょ。やらしいな。え、カメラマン、カメラマン、カメラマン。ついに MK カメラマン雇ったの巻。でも、番号教えてください言われたんですけど、僕番号教えないでしょ。僕も知らないやつじゃないですか。俺も知らない。僕しか知ってるでしょ。僕は教えない派なんで。まあそれでもね、のみさん僕の番号知らないでしょ。あ、知らないでしょ。あの LINE は知ってるけど。で、基本的に俺のは知ってるよね。え、言いますか。いや、知らん、嘘です。そんなメモリー入ってないですけど、誰ですか。でもさっき LINE 何回かも電話して、スナカラ腹立つさで、もういかげるちょっと番号してくれて、LINE しようかも。いや、ほんま何回も俺電話したんですよ。何も繋がなくて、何やねん、ここで繋がらないんですよ。2人で外で寒い中待っとって、もうええかげん、もう、ラストだよ、5分前で帰って、もうありましたね。でも、そんな怒るんやん。いやいや、ちゃ、怒らないで、やりたいだけや。いや、ちょっと、おてて、いやいや、まだ、怒られんすよ。ほんまに来てるやん、これ。これ、あ、ヤトさんもどうぞ。あの、なんかの、あれっすよ、あの、清めっすよ、清め。はい、僕にもやってください。あーです、あーです。これはなんかの、清め。結構ブラックきつい。あんです。あんです。あんヤトさんからはなんだ。それ言われたら何も言うか。行きましょう。いや、それが一番いいです。ほんと、これで終わりです。終わりです。あすーっすーあーだっしゃーやばー。僕も海さんと、あーだっすー。視聴者さんです、MK さんの大ファンです。あ、めっちゃ抵抗でもでやばプリユーだ。プリユーハム。お願いします。ありがとうございます。